西武線ともホームが並んでいます。さあ、ここは東京都国分寺市 JR 中央線の国分寺駅です。今回はこの国分寺駅から発車する JR 中央線の最短優等電車をご紹介していきます。よろしくお願いします。東京駅と高尾駅を結ぶ JR 中央線の快速、そのうち快速と名乗るのは東京から三鷹までとなっています。最長の快速電車は富士急行線の河口湖駅から大月、高尾、八王子、立川を経由して東京までを結ぶ電車です。こちらは種別としては快速ではなく中央特快として運転されており、立川駅から三鷹駅まででも通過運転を行っています。他にも東京から高尾までを結ぶ快速電車はたくさん運転されていますが、 JR 中央線快速の最短優等電車とはどういう電車となるのでしょうか。ということで、今日乗る電車はこちら、国分寺駅6時5分発当駅始発の快速新宿行きです。この国分寺始発新宿行きが中央線快速の最短優等電車となっています。中央線の国分寺始発は土曜休日に1日1本だけの運転で珍しい電車です。また中央線快速はほとんどが東京行きとなっており、この新宿行きは1日3本だけの珍しい電車となっています。さて、この国分寺始発ですが、どこから来る電車なのでしょうか。ということで、奥から接近しています。こちらが今日乗る中央線の最短優等電車、国分寺始発の快速新宿行きです。武蔵小金井駅から改装されてきた E233 系の10両編成での運転でした。国分寺駅の上り方向には上下の渡り線が設置されています。その線路の錆取りのために平日に国分寺止まりが、土曜休日に国分寺始発が運転されているようです。なお、この電車は6両プラス4両の10両編成となっています。この編成も新宿行きである理由に深く関係しております。さあ、回送電車として入ってきましたが、行き先が変わりました。改めてこちらが今日乗る国分寺始発の快速新宿行きです。この行き先表示もなかなか珍しいものとなっています。ではこちらの新宿行きに乗っていきましょう。国分寺駅を発車、 JR 中央線快速の最短優等電車の旅がスタートしました。終点の新宿までの所要時間は31分、所要時間は日中よりも2から3分くらい長めとなっています。そしてこの先、途中は吉祥寺までの各駅と荻窪、中野に停車していきます。新宿行きですから、普段耳にする四ツ谷、お茶の水、神田は関係ありません。ということで、今回は終点の新宿まで全区間にわたっていろいろとご紹介していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。電車は国分寺駅を発車したら、ゆっくりポイントを渡ってその後加速していきます。ここは国分寺で対比をする快速電車と同じです。まだこの先、吉祥寺までは武蔵小金井、東小金井、武蔵境、三鷹の4駅に停車していきます。さあ、電車は武蔵小金井を発車。この駅は近くに車両基地が位置しており、武蔵小金井発着の電車が多く運転されています。武蔵小金井発着の電車は全部東京まで向かうため最短にはなりません。またこの電車についても、ここからわざわざ国分寺まで送り込んで運転を行っています。そして中央線快速は高架区間が長いことが特徴です。沿線の開かずの踏切問題を解決させるために、1996年から2014年まで約20年かけて東京から日野までを踏切ゼロにしました。そのうちの新しく高架になった区間は壁が白くなっており、すぐに分かります。しかし、国鉄時代から
道路がない区間では高架を降りて地上を走ることもあります。黄色い各駅停車の電車や水色の東西線直通の車両が見えてきましたが、この三鷹駅周辺は昔も今も地上となっています。ということで、国分寺駅を発車してから10分、電車は間もなく三鷹に到着します。次の三鷹駅は2面4線の対比可の駅、この電車は対比線にあたる5番線に到着します。三鷹駅での停車時間は長めの4分、何かに向かれていくようです。この時間帯はあずさやカイジなどの中央線特急はなく、抜かれるなら中央特快、青梅特快かあれになるわけですが、果たして何に抜かれていくのでしょうか。三鷹駅先の発車は特急成田エクスプレスの成田空港行きです。成田エクスプレスは基本は新宿発着か大船発着となっています。しかし朝と夜に2本だけ新宿発着の延長として中央線の八王子発着の電車が運転されています。1日1本の国分寺始発の快速が1日3本だけの新宿行きとなっており、これだけでも十分珍しいのですが、さらに1日2本だけの成田エクスプレスに抜かれるということで、もはや夢を見ているような感覚がします。さあやってきました。こちらが三鷹駅先の発車の特急成田エクスプレスの成田空港行きです。この電車は八王子駅を5時55分に発車した電車、かなり朝早い時間の特急となっています。車両はおなじみ E259 系の6両編成です。三鷹から乗った人は私の目視では2、3人となっていました。そして特急成田エクスプレスが発車していきます。この先は吉祥寺新宿に停車して、そこからは湘南新宿ラインの線路に入って渋谷に停車、そしてぐるっと山手線を半周して東京まで行ってから総武線に入ります。中央線ユーザーからすると新宿から東京までが遠回りとなりますから、利用者が少ないのかもしれません。そして三鷹駅での待ち合わせは以上となります。さあこちらは三鷹駅の一つとなり吉祥寺駅を発車。今日は土曜休日ダイヤとなっていますから、ここからは通過運転を行います。次は荻窪に停車、途中は西荻窪の一駅を通過していきます。三鷹から先の区間は奥が各駅停車、手前が快速の福福線区間に入ります。この吉祥寺駅周辺は高架区間ですが、これはおそらく福福線になった時から高架化されたのでしょう。明らかに先ほどの三鷹までの区間とは構造が異なっています。そして奥の下りの各駅停車ともすれ違いましたが、電車は西荻窪駅を通過。この西荻窪駅とこの先通過する高円寺阿佐ヶ谷の3駅は快速が土曜休日だけ通過します。この杉並3駅問題はかれこれ60年以上くらい続いていますが、止めてほしいという意見があったり、利用者が少ないのだから通過するべきだという意見もあったり、あるいは混雑する平日こそ通過するべきだという意見もあったりします。 JR としては当面ダイヤを変えるつもりはないそうです。なおグリーン車増結に伴う12両化対応工事は行われているため、少なくとも毎日通過にはならないでしょう。さて国分寺駅を発車してから21分、電車は間もなく荻窪に到着します。荻窪については杉並区内ですが、利用者が多いため快速は毎日停車となっています。この駅は地下鉄丸の内線との接続駅、丸の内線も新宿や東京まで通っており、この辺りから中央線のバイパス路線の始発駅がちょこちょこと出てきます。荻窪の次は中野に停まります。この先も引き続き快速区間となりますが、今日は電車の速度はあまり速くありません。だらだらと走っている感じとなっています。
土曜休日の朝ですから前の電車に詰まっているわけではなく、ダイヤにかなりの余裕があるためこんな感じとなっているようです。さあこちらは阿佐ヶ谷駅を通過。この杉並山駅は土休日はそもそもホームに入ることもできなくなっています。3年前に5月のゴールデンウィークが10連休となっていましたが、その時は当然10日連続で通過となっていました。10日も通過されればもはやそれは日常になりつつあるでしょう。そしてこの後も速度が下がりすぎたら少しだけ加速することはありましたが、ずっとこんな感じのダラダラ運転となっていました。こちらは高円寺駅を通過。杉並山駅はどれも乗客数が3万人台となっており、荻窪や吉祥寺などの半分くらいとなっています。確かに少ないといえば少ないかもしれません。そして快速とは言いつつまだ何も電車を抜かしていませんが、ちょうど奥の各駅停車と同時に中野に到着します。阿佐ヶ谷や高円寺からあの電車に乗っても中野でこの快速に乗り換えすることはできません。そう考えると不便という人の気持ちもよくわかります。ということで電車は中野に到着。この駅は地下鉄東西線との接続駅。東西線も中央線、総武線各駅停車のバイパス路線ですが、実は一番いいところ、都心を走っています。電車は中野駅を発車。中野駅は各駅停車よりも先の発車となりました。ですから、これで一本抜かしたことになります。さあ、電車は次は終点の新宿に止まります。途中は東中野と大久保の2駅を通過。この中野から新宿までは標準的な所要時間は4分となっていますが、この電車は謎に6分と長めにかかる電車となっています。とは言っても先ほどまでの区間よりかはスピードを出して走っていました。この辺りももちろん福福線区間ですが、高架どころか地上の道路よりも低いところを走っています。こんな光景が見られるのも昔から福福線となっていた JR 線だけです。私鉄の福福線はほぼ高架となっており、ついこの前も地上区間であった東武スカイツリーラインの竹の塚駅付近がようやく高架となりました。さあ電車は東中野駅を通過。この駅は都営大江戸線との接続駅。大江戸線も新宿、飯田橋、両国を通っており、中央線各駅停車のバイパス路線となっています。さて国分寺駅を発車してから約30分、電車は間もなく終点の新宿に到着します。国分寺から新宿までの中央線快速の最短優等電車の旅、そもそも1日1本で珍しい電車であること、そして三鷹駅で特急成田エクスプレスを回避したり、快速区間ではダラダラ走ったりなど、全区間にわたって特徴ある電車となっていました。終点の新宿駅は下りホームの11番線に到着。東京方面に行く場合はホームを渡った乗り換えとなっています。1本後の電車は中央特快で、国分寺駅は13分後の発車となっています。乗ってきた電車は折り返しホリデー快速の奥多摩武蔵五日市行きになります。ホリデー快速は下りは全部新宿始発となっており、そのため朝に新宿行きが3本走っています。また切り離しができるように必ず6両プラス4両の電車で運転されています。ゴールデンウィークは武蔵小杉駅の横須賀線湘南新宿ライン相鉄直通線の全種別行き先をバカ丁寧に解説。4月29日から5日連続で公開予定です。超珍しいアクセス特急京成上野行きに乗ってみた。次回はついに上り1本だけの運転になってしまった京成本線行きのアクセス特急に乗っていきます。真っ暗な夜の高速運転、途中駅での追い抜きなどなどに注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして公開をお待ちください。最後までのご視聴
ありがとうございました。